俺の会社の後輩には葵さんという人がいる。葵さん、いつも綺麗だよね。今度は一緒に食事でも。お断りします。葵さん、また誘われてる。これで何人目だろう。葵さんはとても美人で仕事もできるためモテモテだ。だけど絶対に誰とも付き合わないことで有名だった。そのため男嫌いなんじゃないかと噂されている。とりあえずこの場は見なかったことにしよう。あれ、葵ちゃんどこ？昼休み、いつもは自分のデスクで弁当食べてるのに。さあ、まあ昼休みにどこで何してても自由だろ。葵ちゃんがいないと花がないんだよな。お前みたいな陰キャ見てると飯がまずくなるし。こいつは悪男、俺の同僚なのだが、いつも俺をバカにしてくる。葵ちゃんってマジ美人だよな。いつか絶対俺の女にしてやるんだ。あった、ひもてのエイジにはこんな話題刺激が強かったが。まあ適当に聞き流しておこう。実は葵さんと仲いいとかバレても困るしな。俺は変な噂にならないよう周りには隠しているが、人目がないところでは葵さんとよく話す。それは葵さんが入社した当初のことがきっかけで。葵さん、まだ残業してたんだ。何か手伝えることある？もう遅いし早く帰りたいでしょ。いえ、大丈夫です。無理はしないでね。ああ、これよかったら飲む。ありが…あ、猫クエのコラボパッケージ。え、猫クエ知ってるの？俺たちには猫クエという同じゲームが好きという共通点があると発覚し、普段は無口な葵さんだけど好きなゲームの話になるとテンションが上がると分かった。それからよく二人で話すようになったのだ。ま、あくまで同じゲーム好きってだけで恋愛関係とかじゃないけど、葵さんの方だってそういう対象じゃない安全なやつだと思ってるからこそ俺には普通に接してくれてるんだろうし、俺と葵さんの関係はあくまで会社の先輩と後輩。俺はそう思っていて。はあ、どうかしたの？昨日また告白されちゃったんです。どうでもいい人に迫られても迷惑なだけなのに。ああ、葵さんモテるもんね。ああ、いっそ誰かと付き合っちゃえばもう他の人が寄ってこなくなるのかな。でも変な男の人は嫌だしな。趣味の合う気心の知れた人とかだったらな。葵さんも大変だね。無理に誰かと付き合う必要はないと思うけど、もし葵さんに好きな人ができたら応援するよ。ありがとうございます。ん？なんだか様子がおかしいけどどうしたんだろう。翌日の夜、休日だしたまには外食でもするか。あれ、あれって葵さん？すごく酔ってるみたいだけど大丈夫かな。ね、君めっちゃ美人だね。でもなんかすごい酔ってるみたいじゃん。一緒にその辺のホテルで休憩しない？そんなのしません。そう言わずにさ、俺といいことしようよ。なんだあの男、葵さんを助けなきゃ。ああ、もううるさい。私の初めてはエイジ先輩のものですから。え、うちの会社のエイジ先輩は優しくて素敵で、私がそういうことしたいのは先輩だけなの。他の男の人には興味ないの。なんだかとんでもないこと言ってないか。ブキー、ともかく助けないと。おい、その子に手出しはさせないからな。しゅ、つまんねえな。はあ、助けに来てくれたんですか。やっぱり先輩は私の墓場の王子様です。落ち着いて、酔いすぎだよ。ともかくこのままじゃ危ないし家まで送ってくから。家どこ？俺は葵さんを家まで送り。先輩、泊まっていてくださいよ。いやいや、さすがにそれはダメだから。葵さんは俺を家に泊めたかったものの、酔った人間の言うことを真に受けてはいけない。その日はそのまま別れ、そして休み明け。先日はすみませんでした。いいよいいよ。それより葵さんが無事で本当に良かった。はい、助けてくれて本当にありがとうございました。それでそのあの時言っていたことについてなんですが。ああ、
気にしてないから大丈夫だよ。お酒のせいで自分でもわけのわからないことを言っちゃっただけでしょ。葵さん、先輩、今日の夜時間ありますか？話したいことがあるんです。あ、うん、いいけど。夜、単刀直入に聞きます。先輩は私のことどう思ってるんですか？どうって、趣味があって仕事もできるいい後輩だと思ってるよ。本当にそれだけなんですか？え、うん。そうですよね。私に好きな人ができたら応援するとか言ってたくらいですもんね。あれ、やっぱり駆け引きとかじゃなくて本心なんですよね。葵さん、私は先輩のことが好きです。え、あの時は確かに酔っていましたけど、あれは私の本当の気持ちです。そもそも酔っ払っていたことだって、この前先輩が葵さんに好きな人ができたら応援するなんて言うから、好きな人にそんなこと言われたのがショックで一人でやけ酒してたんですよ。でもなんで俺なんか。葵さんならもっといい人選びたい放題でしょ。エイジ先輩以上の人なんていません。最初に打ち解けたきっかけは同じゲームが好きだって理由でしたけど、趣味のことがなくても先輩は素敵な人だと思って。私は自分で言うことではないかもしれないけど、昔から男の人に言い寄られやすかったので、最初はエイジ先輩のことも私が美人だから優しくしてくれるのかななんて、今にして思えば自意識過剰なんですが、そう考えていました。でもある日。すみません、とんでもないミスをしてしまいました。はあ、ふざけんな。俺は絶対手伝わねえからな。私の同期の社員が大きなミスをしてしまった時。大丈夫、ミスは誰でもするよ。俺も手伝うから一緒に頑張ろう。ありがとうございます。今まで私の周りには私のことは美人だからと優しくしてくれても、そうでない女性や男性の前では態度を変えて横暴になる人ばかりだったけど、エイジ先輩は顔とか性別とか関係なく誰に対しても優しいんだなと思って、そんな優しい先輩のことを私は大好きになりました。葵さん、先輩は私のことただの後輩としか思ってないって分かっています。でもこれから私のこと恋愛対象として見てもらえませんか？葵さんの気持ちは嬉しい。でも俺たちは会社の先輩と後輩だ。今の時代、先輩が後輩に恋愛感情を抱いて誘ったりしたらコンプラ的にまずいだろう。そう考え、そもそも今まで葵さんを恋愛対象として見ないようにしてきた。だから突然告白されて正直戸惑っていた。葵さんは素敵な人だけど、やっぱり社内恋愛、しかも俺は先輩っていう立場で、それはまずいよな。好きになってくれてありがとう。でも会社は仕事をする場所だし、俺職場の人を恋愛対象にする気はないんだ。まして葵さんは後輩だし付き合うことはできないよ。そうですよね。これからも先輩後輩としてよろしくお願いします。数日後、振られてから仕事には支障を出さないようにしているものの、どうしても先輩のことばかり考えてしまう。ごめん、子供が熱出しちゃったみたいで早退したいんだけど。大変だ、俺残りの仕事やっとくんで早く行ってあげてください。先輩、やっぱり優しくて素敵って。ダメ、この気持ちは忘れなきゃいけないのに。だけど考えちゃいけないと思えば思うほど先輩のことで胸がいっぱいになってしまう。告白を断った日から葵さん元気ないよな。あの日からなんだか彼女のことが気になってしまう。告白を断ったんだし必要最低限しか関わらないようにしているが、葵さんと話せないことをなんだか寂しく感じていた。告白を断っておいて寂しいとか勝手すぎるよな。仕事に集中していよう。今日も元気は出ないけど仕事はちゃんとやらなきゃ。会議のための準備を。やっほー、葵ちゃん、なんか最近元気ないよね。いえ、別に。
いや、最近ため息ばっかだったし、何かあったに違いない。ここで適当に優しい言葉かけときゃ、俺に落ちるだろ。俺が元気づけてあげるよ。今晩俺ん家来なよ。いい酒があるからさ。行きません。せっかく美人なんだから、もっと男と遊ばなきゃもったいないって。しつこいです。私には心に決めた人が。え、葵ちゃん彼氏いんの？いえ、その彼氏ではないよね。それどころか私は振られた身だし。なんだ、彼氏じゃないのかよ。じゃあいいじゃん。俺がそんな奴のこと忘れさせてやるって。何するんですか？葵ちゃん、男知らないんだろ。俺が教えてやるって。いや、やめて。なんだよ、俺は先輩だぞ。後輩なら言うこと聞けよ。やめろ。何すんだ、人の恋愛事情に首突っ込んでくんじゃねえ。葵さんは嫌がってるのに、お前が無理やり迫ってただけだろうが。てめえ、エイジの分際で。私たちにも話し声が聞こえていたよ。みんな嫌がってる葵さんに無理やり迫るなんて最低。完全にコンプラ違反だ。ワルオ君、君には相応の処分を受けてもらう。そんなワルオのやつ本当に最低だったな。先輩。え、葵さん。すみません、振られた身なのに声かけちゃって。でも助けてもらったのにまだお礼を言えていなかったので、どうしてもありがとうございますって伝えたくて。ああ、気にしなくていいよ。あの時は勝手に体が動いちゃっただけだし。先輩はやっぱり優しいですよね。そんなことないよ。そりゃあんな場面に出くわしたら、相手が誰であっても助けるとはいえ、あの時はそれだけの気持ちじゃなかった。え？今更こんなこと言うの勝手だけど、俺葵さんと話さない日々が続いて寂しいと思ってたんだ。それで葵さんがワルオに迫られているのを見て、すごく嫌な気持ちになって。それってただやっぱり俺たちは会社の先輩後輩だし、客観的に見たら俺だってワルオと同じようなもんだよな。全然違います。葵さん、私はワルオ先輩に迫られるのは絶対に嫌ですけど、エイジ先輩になら何をされたっていいんですから。じゃあ周りに人がいないとはいえ、そんな大胆な。だって私ずっと先輩のこと諦められなかったんです。私の気持ちは迷惑かと思っていたんですけど、今の話を聞いていたら脈があるってことですよね。それはまあ。先輩、私立場なんてどうだっていいと思うくらい、先輩に私のこと好きにさせてみせますから。え、私本気ですから、覚悟しててくださいね先輩。その後ワルオは会社を懲戒解雇になった。再就職も難しく、ろくに貯金もしていなかったワルオは住居も追い出されることになり、ホームレスまっしぐらだ。まあ自業自得なので俺の知ったことではない。一方俺と葵さんは、お酒もお料理も美味しかった。先輩、飲みに付き合ってくれてありがとうございます。葵さんを一人で飲ませると前みたいに飲みすぎそうで怖いしね。もうあれは先輩に好きな人ができたら応援するなんて言われたショックでやけ酒しちゃっただけですってば。普段はあんなに飲みません。あの時は俺、葵さんの気持ち全然気づいてなかったからごめんね。いいです、鈍くても優しい先輩が私は大好きなんですから。ありがとう顔赤いですよ、照れてます？そりゃ面と向かってそんなこと言われたら照れるよ。ワルオから助けていこう。葵さん迷いが吹っ切れたみたいで、すごく積極的になったよな。もうこのくらいで照れてちゃダメですよ、覚悟してくださいって言ったでしょ。私の初めては先輩のものですから。俺が葵さんに完全に落とされてしまう日は近いのかもしれない。漫画エンジ
ゼル猫岡、義妹生活、クラコン、2作品テレビアニメ化。